常日頃から健康というものは人間何よりも大事なものではございますが、ご時世でございますからなおのことそういう思いを一層強くするような塩梅でございますね。お医者さんというのは行かずに済むというのが多分一番いいんでございましょうが、しかし生きておりますとそういうわけに参りません。そうなって参りますというと、やはり心配になりますのが医療費、まあ、健康保険ですとかそういったところに今気持ちがいくわけでございますがね、かといってこの健康保険というのも内情はなかなか大変なそうでございますがね。こんちゅう、いらっしゃい、お久しぶりです。どうぞどこでも好きなところに、はい、座らせてもらおう。はいはい、おお、若いし、お久しぶりだな。久しぶりだよ、外で飲むのは。うん、しかし、この店は安心だ、こうやってな。ああ、ソーシャルディスタンスっちゅうのか、今。ねえ、席も一つ飛ばしになってるしさ、アクリル板もこんなになってるしさ。ああ、いやいや、カウンターのところだってな、こうやって、まあ、安心して飲めるってやつだよ。ああ、そうだな、生ビールもらおうかな、中ジョッキで。うん、いや、おお、なんだよ、久しぶりだな。お久しぶりです。お元気そうですね。おかげさまでな、年は取ってるがね、元気でやっとるよ。あ、お前さんも元気そうで何よりだな。飲んでますか？うちではね、ちび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 飲んでるがね、やっぱりまあ発散はしないからな。うち飲みも楽しいけれどもね、うん、やっぱり晩酌はな、そういうわけにいかんから発散はせんから。ああ、おかげでもって逆にな、酒量が減って酒もな、弱くなったよ。今ほとんど飲めんな。そういうもんですかね、やっぱりね。そうだ、うー、来たのな、生ビール。じゃあ、若い人も久しぶり、お前さんとも久しぶりだ。じゃあまあまあ、静かに乾杯といくか。あ、静かに乾杯。うん。おかわり飲んでますよね。強いですよね。こんなぐらいのことはな、なんてこと。はいはい、どうもありがとう、置いておいてくれ、置いておいてくれ。しかし久しぶりだな。うん、ああ、どうだい仕事の方は。ああ、なんとかやってますよ。テレワークですけどね。恥ずかしい仕事か。照れくさい仕事って意味ありませんから、テレワークって。出社をしないでうちでやったり別の場所でやったりっていうのがテレワークですよ。しかしまあ相変わらずお若いですよね。そう言ってくれるのはありがたいがね。今年喜寿だよ、喜寿。喜寿って77ですか？見えませんね。30ぐらいに見えるか、それも見えませんね。でもまあお元気そうで結構だな。楽しいですね、毎日。そういうがね、うん、これでもって気が重くなることもあるよ。うん、あのな、医療費が上がるんだよ。75歳以上今まで負担が1割だったのが今度2割になるっつんだ。冗談じゃないだろ。僕に言ってもしょうがないですよ。医療費の窓口負担が2割に上がるって話ですよね。よく知ってるな。お前が上げたのか。僕じゃありませんよ。話聞いてます。実はね、会社でもよくそういう話になるんですよ。いや、まあ大変っちゃ大変ですけどね、まあそこのところはしょうがないんじゃないですか。何が大変だ。いや、健康保険の方もね。健康保険の方も大変だと。ふーん、わしらの知ったことか。何を言ってんですよ、そんなこと言わずに。いや、じゃあ実はですね、まあ2022年問題ってのがあるらしいんです。2022年問題ってなんだ。団塊の世代の方々が長生きでもっとお元気で結構なんですよ。ありがたくて嬉しい話なんです。だけれどもね、そういう方々がまあご高齢になってくる。そうするとまあ人口が、ご高齢の方がますます増えるわけですよね。まあまあご時世もあって健康保険の方も結構財政が苦しいらしいんですわ。でね、まあ現役世代が保険料でもってそういうところをちょっとまあ賄うというか、まあ負担してる部分があったりするわけですよね。ですよね。そこのところも少し負担を軽くしようというような、そういうことらしいですよ。お前たちのためにか。睨まないでくださいよ、僕一人じゃないんですから。それにね、あの上がるって言ったって、全部が全部、全員が全員75歳以上の方が上がるわけじゃないらしいですよ。抽選か。抽選では上げませんよね、こういうの。ある程度の年収のある人が上がるんだそうですよ、窓口負担が。ある程度の年収、おう、年収1兆円か。どこにいるんですそんな人が。
日本中全部払ってほしいわ、この人に。確かね、お一人の年収が200万円以上の人かな。年収200万以上、悔しいな。わしゃ年収が200万1円なんだよな。本当かな。微妙な嘘な感じがするな、それな。それにね、まあ、まず初めの、まあ、措置といいますかね、いきなりその2割に上げるわけじゃなくて、初めはですね、上げ幅がですよ、3000円まで、上限3000円なんですって、上がる分がですよ。それ初めの3年間そうするらしいです。なるほど。年寄りを丸め込むわけだな。人聞き悪いな。そういうわけじゃありませんから。でも何か、そんなことをすれば現役世代が助かるっちゅうわけなのか。まあそういうことですね。でもね、大して助かるわけじゃないらしいんですよ。っていうのもですね、まあそういう具合にこれから制度が変わっていってもですね、現役世代の負担が楽になる分がですよ、一人当たり年間で700円程度らしいです。700円、定食1回食ったらおしまいですよ。アンパンと牛乳なら3回だろ。定食食わしてくださいよ、1回ぐらい。じゃあほとんど変わらんちゅうことだな。ほとんど変わらないんですよ。じゃあ今のままでいいな。そっちの方に行くか、そっちの方に行くかな。そこなんとかしてくださいよ。しかしな、今まで払ってた分の2倍になるっちゅうのもな。節約の方法もありますよ。んだ節約って。例えばですよ、お医者さんに行くでしょ、出してもらうでしょ、お薬を、ね、そのお薬をジェネリックにするとか。ジェネリックってのはなんだ。あのね、お薬をですね、別のお薬にするんです。もちろん成分が変わっちゃう意味がないんですよ、ね、あのね、出してもらうお薬と同じ効果のあるお薬でもって安い方のお薬にする、ね、効果は同じですから、飲んで体に効く、でも安く買えるってことですよ。早い話があれか、ハンバーグって頼んだら豆腐ハンバーグが出るってことか。ハンバーグと豆腐ハンバーグは成分違いますからね。例えが変ですね。そうだよな、ハンバーグだって牛肉と合いびきとは違うもんな。ハンバーグ論議は別に今日はいいんです。そうじゃなくてですね、まあつまりそういう方法もありますからってことですよ。なるほどね。まあまあいろいろあるんだな。現役世代は大変だが若いし大将なかなか帰ってこないな。すいません、手間取ってるみたいで。どこに行ってるんだ。子供食堂の手伝いなんですよ、仕込みの。子供食堂って、おお、時々ニュースでもって見るな。ご時世柄だ、大変なご家庭もある、子供たちに、まあ、無償だったり安くだったりなんかして、ご飯を食べてもらおう、お弁当を食べてもらおうって。あれか。そうなんですよ、大将いつも言ってるんですよ、子供というのは国の宝、未来を担うんだからね。子供たちには美味しいものをお腹いっぱい食べてもらいたいって、大将も手伝いに行ってるんです。うたくの大将がそんな人間には見えなかったがな。へえ、子供たちのためにかい。だってなんだろう、前までよくこの店に来るとさ、客の前でも平気で若いしお前のことを叱ったり怒鳴ったりなんかしてたろ。あれなんだろう、今あのハラハラとかモロハラとか言うんだろ。それパワハラにモラハラですねいやいや、うちの大将のはハラスメントじゃありませんよ、あれは。厳しいですけれどもね、教えてくれてるんです、僕に。そんな風に思えるのか。思えますよ。ああ見えた大将ね、普段は優しいんですよ。ベタベタはしませんけど、仕事は厳しいですけれどもね、飲みながら話してくれますよ。大将も若い頃先輩には随分厳しくきつく仕込まれたんですって。でもおかげで今の俺があるって、そのご恩返しをするんだって言うんですよ。ご恩返しをか。受けた恩は上には返せない、だから上から受けた恩は下に返すんだって、よくそう言ってます。だから俺仕込んでもらってるんですよ。そうか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 、上から受けた恩は下に返す、子供食堂の手伝い、若い者のためにかそれで今日は大将の留守一人で任されるようになったんだなまあまあそういうことですかねそうか、じゃあ若い衆の腕味わわしてもらおうかな。ありがとうございます。何召し上がります。枝豆に冷ややっこに浅漬け腕が震えないな、それ。もう少し何かありませんか。
あとでまたエンジンはかけるよ。え、あ、それにそうだな。うん。ビールもいいけど、酒にしようかな。うん。今のお前さんの子供食堂の話、恩を下に返すって話聞いて、現役世代の負担のなんか健康保険の話も腑に落ちたような気がするよ。そう思ってくれればありがたいですね。お礼にご馳走しよう。日本酒冷やでいいか、いちご付き合わないか。ごちそうさまです。若いし、あのな、え、ベロベロ政宗、あれ二人に送れ。ベロベロ政宗ね、今品切れなんですよ。おい、仕入れといてくれよ。あれ好きなのにな。ヘベレケ錦はありますよ。ヘベレケ錦ってあれだろ、一号あたり200円も安いやつだろ。ベラベラ政宗よりも、あんなものうまいのか。とんでもない、値段は安いですけれどもね。え、のど越し、口当たり、酔い心地、いや負けず劣らずですよ。うまい酒ですよ。やってみてください。そうかい、じゃあもらおうかい。じゃあお前さんも、うん、じゃあ、はい、ありがとうありがとうありがとう。これがかい。そうかい、そんなにうまいのかな。これ口からお迎えで、ほら、うまいなこれ。なるほど、若い氏の言う通り。これで1合あたり200円も安いのか。やってごらんよ、うまいよ。へえ。ああ、安くてうまい酒ってのもあるもんだ。こりゃお得だな。お酒もジェネリックにしましたね。自分の体は自分で管理をする、健康には自分で気を使う、これはまあ基本でございますが、しかしまあ、ずっと生涯そういうわけにはなかなか参りませんで、どうしたってちょいと塩梅が悪くなれば、お医者さんに診てもらう、看護師さんのお世話になるなんてことになるわけでありますね。しかしまあ、こういうご時世でございますから、お医者さんに病院に足を運ぶこと自体がちょいとはばかられるなんというような、そういう気持ちになるなんてこともございますですがね。はい、あー、おばあちゃん運んだわ、これで全部よね。はい、どうもありがとうね。いや、まあ助かるよね。あ、まあ買い物にもなかなか行くのも億劫になっちまうしさ、今さ、お宅みたいにスーパーでもってこの配達してくれるだろ。こんな年寄りは助かるよ、本当にどうもありがとうね。なんてことはないわよ、仕事だから大丈夫。でもおばあちゃん、これ間違ってないわよね、持ってきたもの。はい、持ってきたもの大丈夫だよ。うん、お米じゃなくて、今はもう、今ね、あのほらレンジでチンするパックご飯さ。面倒がないし、今おいしいからね。うん、これも段ボールで2箱持ってきてもらったから、しばらく助かるね。味噌が20キロだろ、それから、はいはいはい、牛肉の塊ね、これが8キロか。豚肉、これね、うん、バラ肉のところの塊ね、これ5キロだね。鶏肉は、これは胸肉君ところ、これは6キロ持ってきてもらったね。はい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 、どうもありがとうね。それからペットボトルのウーロン茶2リットルのやつだね、これ段ボールで持って3箱か。それからなんだね、缶詰、これね、非常食って普段も食べるんだよ、缶詰ね。これがまた3箱あるね。はいはい、こんだけあればいいかな。一人暮らしだよね、おばあちゃん。まあ随分買ってくれたわね、どうもありがとう。でも玄関に置いておいてもなんだから、奥に運ぼうか。何言ってんのよ、そこまでしてもらっちゃ申し訳ないわよ。何言ってんの、私が心配だから運ばしてよ。そうかい、ありがとう、優しいね。すまないすまない。じゃあね、あの お肉とさ、それからお味噌、これ台所に運んでくれるかしらね。あ、すぐそこで見えるだろ、あ、台所に置いといてくれればいいからさ。あとのものは、あとは2階にあげちゃうから。やるよ。何言ってんの、それは私が運ぶから。おばあちゃん無理よ、こんなにたくさんのもの、みんな一つ一つが重いのよ。おばあちゃん遠慮しないで、遠慮なんかしないから、台所頼むよ、私が持ってくからね。あ、ちょいとちょいと、あ、でも持てるかしら。はい、よっこいしょな、ちょっと、だからおばあちゃん無理しないでよ、大丈夫よ。ほっ、人が変わってる、おばあちゃん。
自覚が違ってるわよ。大丈夫おばあちゃん、年寄りの冷や水じゃないの。大丈夫大丈夫、私の体の 99% はグルコサミンとコラーゲンでできてるからね。もはや人間じゃないわおばあちゃん。それお肉あんなにいっぱい買ったのはいいけどさね、野菜がなかったわよ。お野菜も食べなきゃダメよ、栄養のバランス。野菜はね、私が作ってんのよ、家庭菜園で。そんなことやってんの。へえ、何作ってんの。うん、ドラゴンフルーツとパッションフルーツ。23区内だよね。できるのそんなものが家庭で栽培できるの。うちはね、キュウリのことをパッションフルーツって呼んでるんだわ。意味が全然わからないおばあちゃん。まあでもいいわね。お元気ね。はい、おかげで元気でやってるよ。お医者さんには行ってる？さあそこだよ、なかなか行かなくなっちまってね。っていうのもね、いやお医者さんもね、私は行かなきゃいけないと思ってるんだよ、思ってるんだけれどもさ、なんてのかね、億劫になっちまってさ。お散歩ぐらいは行かないの？うん、まあそうね。ポチが生きてる自分にはね、ワンちゃん飼ってたのよ。うん、いい子でね、この子が番犬にもなるし可愛らしいしさ、また頭のいいワンちゃんだったのよ。賢かったの、うちの子は。あ、そう、頭のいいワンちゃんだったんだ。そうなのよ、フレミングの法則発見したのうちのポチだからね。フレミングの法則はフレミングが発見したんだよね、ポチじゃないよね。そんなげたのが良かったの。そうなのよ、あのポチがいた頃にはよく一緒に散歩したものよ。うん、もうね、かなり遠くまで歩いていったもんなんだけれども、いやいや別にね、病気とか事故で死んだわけじゃないの。あの子も長生きしてね、寿命でもって死んだんだけれども、だからまあ今悲しくはないのよ。でもやっぱりね、ポチがいなくなっちまうと散歩に行こうって気持ちも失せちまってね。でもね、おばあちゃん、あそこが痛い、ここが痛いってことはやっぱりあるでしょう。お医者さんには行った方がいいわよ。まあそうだね、まあまあ散歩も行かないぐらいでお医者さんもなかなか行かなくなっちまったけれどもさ、いえね、億劫だから行かないっていうだけが理由じゃないのよ。何があったってさ、まあ私がね、ちょっとしたことで持っていくのも申し訳ないかなと思って、今先生方も大変でしょうよね、なんていうのかね。まあもっとね、私よりも急を要する患者さんっていうのかね、そういう人のためになんか行くのも申し訳ないなって気持ちになっちゃうんだよね。だったらお家で見てもらったら。往診に来てもらうのも悪いじゃないの、大したことない時に。往診じゃなくてオンライン。え、オンラインよ。いやいや、家庭菜園でさ、本業の農家じゃないんだよ。コンバインじゃなくてね、オンラインね。パソコンでできるのよ。パソコンでか、あ、オンラインね、はいはい、それ知ってる、聞いたことある。うん、パソコンで先生とやり取りか、その手があったら出かける必要は確かにないやね。先生の手を煩わせるのもちょっと減るのかな。うん、パソコン持ってないもんだからね。スマホでもできるわよって言いたいけど、おばあちゃんスマホ持ってないか。スマホは持ってるよ、大事なもんじゃないか。今ね、マッチングアプリにハマっちまってんだよ。若いね、おばあちゃん。マッチングアプリハマってんの？だったらスマホでもって先生とオンラインのやり取りすればいいのよ。ああ、そうかい。確かにね、おかげさまで体は健康、悪いとこはさほどありません。だけどね、あそこが痛い、ここが痛いはあるのよ。この間も台所でもって包丁で指切っちゃったしね。ほら、そういうことがあるでしょ。廊下でもって転んで腰打っちまって3、4日痛かったのよ。そういうことがあるからね、マッチングアプリで知り合ったジジイのおかげで大やけど、それは先生では治せないかな。大丈夫よ、やけど負ったのは向こうのジジイだから。そういう話じゃないの、おばあちゃん。だったらおばあちゃん、スマホでもってオンライン診療やってもらったらいいわよ。やればいいのよ。そうかい、ありがとうね。いやいや、ポチがいる頃だったらね。遠いの先生のところは。かかりつけの先生会、駅2つ分ぐらいだよ。いやいや、ワンちゃんの散歩してる頃はね、ポチと一緒にその先生のところまで駅2駅3駅はなんてことないわよ。随分歩いたもんなんだけどさ。億劫がらないで歩きなさいって言いたいけど、ご時世だからオンライン診療おすすめよ、おばあちゃん。じゃあスマホ私ができるようにしててあげようか。だけどなんだろ、この後も配達があるんだろ。今日ここでもっておしまい。でも店に戻らなくちゃだろ。いや、ここんちのババアがうるさかった、しつこかったって言えばいいから大丈夫よ。複雑な気持ちだね、今傷ついたの私は。そうか、分かった分かった。じゃあスマホでもってオンライン診療ってのどうすればいいか教えてもらおうかね。
先生は何ていう先生、かかりつけかい、えそれ教えてくれてどうやってやったらいいか、お前さんが今私に教えてくれるかい、やありがとうよ、そんなサービスまでしてくれてさポチがいた頃にはね、よくその先生のとこまで、今は一人なんだからオンラインにしましょね、スマホ貸して、そうかい、わかったわかった、じゃあね、これでもっとお前さんに教えてもらおう。ただね、かかりつけの先生って言うけど、問題はその先生なんだよね。先生に何か問題があるのその先生実はね、獣医さんなんだよ。師匠さん入ります。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。師匠、何でもいい。何でもいい。お前でもいい。何でもいい。まあ、正直言いますと、まさかあんなところまで連れてこられると思ってなかったんですね。都内でやるのかなと思ったんでございますけれども、川崎ということでございますが、チャラランチャッ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 チャランなんてあるでもって、あの中条清が出て、三味線の糸をこうキャーってやったりなんかさ、多少紙紙も切るとしたら、紙紙切りますね。スイッチをできればなと思ってます。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、承知しました。大丈夫です。笑い声は大丈夫です。常日頃からではございますが、こういうご時世でございますから、何しろ健康というのが一番大事だとしみじみと思わされる毎日でございますね。いやー、僕も久しぶりに飲みますよ。どうですか最近、うちでは飲んでるがね、やっぱりまあ酒量は落ちるよ、飲めなくなった。静かに乾杯ってところかないやー、もう飲めなくなっちゃって、おかわり飲んでますよね。節約の方法もありますよ。節約の方法、例えばお薬もらうでしょ、お医者さんに行ってジェネリックにすればいいんですよ。若いし、あんなベロベロ政宗、あれ二人に送れ。ベロベロ政宗ね、今品切れなんですよ。おい、仕入れといてくれよ。ヘベレク錦はありますよ。ヘベレク錦ってあれだろ、1合あたり200円も安いやつだろ、ベラベラ政宗よりも。あんなものうまいのか。とんでもない、値段は安いですけれどもね、のど越し、口当たり、酔い心地、負けず劣らずですよ。騙されたと思って、安いけどうまいですから。そうか、じゃあもらおうか。ありがとうありがとう。このお兄さんにもな。はいはい、安いのはどうもなと思うが。若いし、お前さんの言う通りだ。へえ、負けず劣らずどころの騒ぎじゃない、大変にうまいよ、いい酒だ。へへ、それで安くなるんだったら、これは大助かりだな。お酒もジェネリックにしましたね。今のは問題ないですか。ありがとうございました。ありがとうございます。何度も。こちらこそ。ありがたい半分、厄介だなっていうのが半分ですかね。その普段から新作落語を作ってやってはいるんですが、普段はあの何度もやっていくうちに育てていくんですよね。それができないわけじゃないですか、今回の場合は。それからそのケンボレンさんの お伝えになりたいことを、僕という芸人、僕の落語というツールを通じてその情報をお伝えしなければならない。75歳以上の医療費の窓口負担が1割から2割になるっていうのは、
全然関係ない話じゃないんですよね。親たちの世代の話になる。で、現役世代がっていう意味で言うと僕らの世代になる。ただ58ですから、例えば年金もらうってことになるとあと7年なわけですよね。そうすると、あ、そろそろ僕も高齢者っていうカテゴリーの中に近づいてきてるよねっていうところにいるわけですよ。ですから、その、なんだろう、20代30代40代前半の方々なんかは本当にバリバリ現役世代、僕もバリバリではあるんですけど、その間にいる感じだよなっていう気がします。そういう意味ではひょっとしたら伝えやすかったのかもしれないですね。お恥ずかしながらですね、ガラケーなんですよ私。それで、その当然パソコンも使えませんし、週刊誌の連載持ってるんですけど、いまだに原稿用紙手書きファックスで送ってるんですね。そういう人間からすると、リモート診療、オンライン診療っていうのはどうすりゃいいんだよ、じゃあそれをさ、っていうことなんですよ、正直言うと。ただこれができると本当にいいじゃないですか。こういうことができるような形でですね、スマホを使いこなすようにせめてできないとなっていう、ちょっと切実な思いに駆られた感じはしますね。二席一応、出来はともかく一応作るだけは作らせていただいたんですけども、おばあちゃんの主人公にしたリモート診療の方は、そういう意味では普通の落語を作るぐらいの感じだったんですよね。また医療費の窓口負担が上がるよっていうのを、落語の笑いって別に他者をバカにするわけじゃねえけど、例えば冗談じゃねえ、あんなことやったらないかよっていう感じなんですよ、落語って。だから窓口負担が1割から2割になるよ、どういう風な方向性でもいいから、それをテーマにして落語を作ってって言われたら、多分払えかんな年寄りバカにしやがって、お前泥棒か憲法連はっていう風になるはずなんです。それを逆に作んなきゃならないでしょ。それが苦労で、別にさっき言ったみたいに作るってことは憲法連さんをバカにするわけでもないです。この制度をバカにするわけじゃなくって、でもこれを見てほしいのは貶めした方じゃないですか。だから冗談じゃないよ、まだこれ以上取るのかいって言ってる人に対して、受けるだけだったら、やったらねえな、おばあちゃんね、そうだよ、払えるもんかいっていう方に落語はしたいんです。それを逆の方向にするっていう話の内容の制作もそうなんですけども、落語っていうのは台本作ったら終わりじゃないですから、話し家が言葉を使って座布団の上で表現して初めて落語が生まれるわけで、あ、こいつ憲法令の手先だなっていうふうに思われた瞬間にお客さんの気持ちに入り込めないんですよ、届かないんですよ。届いてもらうためには、どんなの、落語家さん、あなたなんでしょ、お仕事やってんでしょ、お金もらって、はい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 、ああ、なるほどね、ああ、そうかそうかって思ってもらうためには、間にいなきゃいけない、お客さんと憲法連さんの。そこを作り方、演じ方でもって、芸人としての立ち位置をどこに置くかっていうのが、実は一番苦労だったかもしれません、はい、僕が落語家になって今32年目なんですけど、令和3年の今この現状以前にも、最近は数年単位でそういう感じがあったんですよね。まあ中学の終わりから高校時代に落語が僕好きになって、大学で落ち研に入って、で世代的にですね、僕の青春時代っていうのはちょうど80年代なんですよね。戦後一番チャラチャラした時代なんですよ。日本中がこんなに軽薄になったかっていう時代だったんですね。その時代に若いくせに落語が好きなんていうのは、誰からも相手にされない的な感じでも、好きだったからしょうがないんですよね。
で自虐的だけど落語好きっていう青春を送ってきた僕らからすると、今若い人がこんなにとって日本中がそのなんだろうタピオカが流行るみたいに落語が流行るわけじゃないですからそこまでじゃないんだけど、若い人が見てくれたり聞いてくれたりする。で落語好きなんだっていう時に、うっそ脱線じゃなくて、落語好きなんだ、へえ俺聞いたことない、面白い落語って、お面白い面白いっていう風な感じだと思うんですよね。僕らの頃に落語好きなのはお前脱線っていうのは、落語ってダサいっていう認識があるから言うんですよね。つまりそれすらなくなったから、若い人が、え落語何それ、えこれ、えおすごい面白いじゃんってなるわけですよね。なぜったら知らないからですよね。古臭いと思わないんですよ。だからへえこんなのあったんだっていう、だから色眼鏡で見られなくなったから、今単純に若い人が映画見に行く、お芝居見に行くのと同じように、だから敷居が高いとか難しいんじゃないっていう、今でも聞かれますけど、逆に言うと興味あるけど敷居高いでしょう、難しいんじゃない、古いこと知らないとダメなんじゃないっていうのは、昔の方がもっとあったと思うんですよね。そういうイメージすらない。逆に言うと大丈夫、俺たちの芸能はちゃんと面白いっていう自信にもなりますよね、うん、そんな気がします。コロナの本当第一波始めの頃は、本当にステイホームのお客様方に対してお宅でも楽しんでもらおうよっていうふうに、まあ無償で始めた仲間たちがいるんですよね。で、ああいいな、俺できねえなこういうこと、その手ずるもねえしなと思ってたんだけど、配信がだんだん今広まってね、当たり前になったじゃないですか、音楽にしても演劇にしてもね、ライブに何にしても、そうなってくると僕らにも仕事としてそれが回ってくるようになって、今でも続いてるレギュラーの配信もあるんですけど、当然やりづらかったですよね。ただ無観客で笑い声がないからやりづらいでしょうって言われたんですけど、僕らが一番辛いのは満員のお客さんと笑い声がないってことなので相当辛いのでそう考えると割り切りましたし、なんかね、なんとかやっていくと、カメラの向こうにお客さんいるんだよねっていうのが綺麗事じゃなくて実感できるようになってきたんですよね。地方にいてなかなか生の落語に触れられない、我々にはありがたいんですっていう声も聞くし、海外の方も楽しんでいただける、新しい方法を僕らに教えてもらえたのかなっていう気はします、うん、もちろんやっぱり配信より生だよね、ライブだよねっていうのは当たり前なんです、当たり前なんだけれども、実はいやいやそうは言っても配信は配信で捨てがたいぞっていう、また無観客の方が出来が良かったりする時があるんですよ、うん、寝てる人がいないからだからちょっと逆にそのこういう状況は辛いんですけど、それを面白がれるようにならないと生きていけないので、そういうふうにしようと思ったんです、はい、健康の秘訣をお話しできない理由があって不健康なんですね一つだけ言わせていただける、いや一つだけあるのは、これ偶然なんですけど、飲みに行けなくなったらじゃないですか。それでその打ち合いができないわけですよ僕らね。で僕もともとうちで飲まないんですよ、お酒好きなんですけど、っていうのは表で飲む機会が多いので、うちでまで飲んでたらちょっと切りないなと思って、月に10日はお酒を抜く、休肝日を作る、まあ、3分の1ですよね、決めていて、それは心がけていたんですね。で年に、つまり月に、それが3分の1が半分にできるようになったらいいなって前から思ってたんですね。なかなかできない、やっぱり熱いっちゃ飲むし、打ち上げなくても寄席の終わった後馴染みの店に行っちゃうしってなるので、人と会いを飲むしね、年に半分難しいよねと思ってたら、去年飲みに行けない、うちでも飲まない、まるっきり飲まなかったけど、今までは逆に今は少し飲むようになりましたけど、どうもこれ年半分抜けるぞってなって、そのうち生活していくうちに、いやいや逆だぞ、これ年に3分の2抜けるんじゃないってなってきて、去年3分の2抜いたんですよ。酒が悪いって意味じゃないですよ、お酒のメーカーの方すみません、大好きだからこそ一生飲みたいんです僕、飲みすぎて体壊したくないんです、死ぬまで飲みたいから、酒大好きだから、だから
ほどほどに飲みたいんですね。去年はね、飲む日が3分の1だったんですよ。これいいんじゃねえかと思って、その代わり甘いもの食うから、もう、コンビニで売ってるこんなパイみたいなチョコレートあるんじゃないですか。あんなもんどかすと1日3個とか50代後半のおっさん食ったりなんかして、それはいかんぞと思ったりするんですけども、今今年の目標は、年の4分の3お酒を抜く、肝臓に優しくしてみようかなっていうのがありますね。人生の先輩方には本当に申し訳ないと思います。今まで、僕ら人生の後輩をですね、叱咤激励しながら日本を作ってくださってきた方々にこれ以上甘えるのが心苦しいんですが、もう一甘えさせてください。逆に言うと、それは皆さんしかできないことなので、そして、僕より若い方々みんな年を取ります。で、今、高齢の方々にそれをお願いしているので、僕らもそれができるように、今頑張りましょう。で、僕も20代、30代の頃は、50代、60代なんかならないと思ってましたが、やっぱり当然なるわけで、あと2年ちょっとで私も還暦です。まだまだ頑張れるので頑張ります。だから、高齢の方々のお気持ちを頂戴しながら、それに甘えるんですけれども、決してそこで歩みを止めることなく、この情勢を引き抜きながら、いつかは自分たちのことだと思って受け止めていただければありがたいなと思います。